YouTube からバットボタンがなくなった件と、豊見城のドンキが作る新しい沖縄方言について。YouTube 動画視聴の変更点、バットボタンができなくなった。12月に入り、 YouTube の再生画面下にあったいいねボタンの反対意見のバットボタンが機能しなくなりました。いいねボタンは今まで通り使えます。このバットボタン、私が思うにかなり問題がありました。誰が見ても良い動画だと思う動画にも悪いと評価する人が一定数いたからです。例えばいいねが100ついたとして、バットボタンも10回くらいついていたんです。このバット回数の多さは日本人独特のようで、海外ではあまり見かけないようです。動画の作成者側から見ても、このいいねボタンもバットボタンもあまり参考にならないです。このボタンではどこがいいのか、どこが悪かったのかよくわからないからです。またこういうこともありました。ある日10分程度の動画を投稿しました。すると投稿して数秒でバットボタンがついたんです。どういう意味かわかりませんが、このバットボタンを押したこの人は動画の内容にかかわらず、とりあえずバットを押したかったんですね。そうした方もいるので、バットボタンも動画作成上あまり参考にはならないです。 YouTube のバットボタン廃止は始まったばかりですから、今後また変更になる可能性もあります。もう一点の話題、先週発信したドン・キホーテ豊見城店での沖縄方言に関するお話です。ドンキ独特な沖縄方言の取り組みはとても面白かったんですが、意味がわからない方言もありました。その一つがアガー脳死という言葉です。ドンキさんではこのアガー脳死の下には頭痛薬が売られていました。私はこの言葉を聞いたのは初めてだったので意味がよくわかりませんでしたが、おそらく痛いという沖縄方言の叫び声、アガーという発音と、治す、治療するという発音、脳死を組み合わせたドンキ独特の造語だと思いました。友人にこの話をすると、友人もその言葉は聞いたことがないと言っていました。おそらくドンキさんの条約、新しい沖縄方言だと思います。そしてもう一つ沖縄方言風の言葉がありました。視聴者さんからドンキにあったインスタント麺を意味するラーミンという言葉は方言ですかと問い合わせがありました。ラーミン、沖縄方言として私も聞いたことがありません。ラーミンって中国語じゃないでしょうかと回答したんです。この言葉も友人に聞いてみると、沖縄ではそうめんのことをそうみんというので、その麺のみんという言葉から作ったドンキの造語ではないかというのでした。確かラーミンという方言もないが正しいと思います。しかしドンキさん、
頑張りましたね。沖縄方言を取り上げたこうした取り組み、とても愉快でいいと思います。ここからは来週の配信報告に移りたいと思います。12月13日月曜日、南風原町荒川、幻のパン屋さん、シェフズベーカリー麦。南風原の住宅街の中にひっそりとある小さなパン屋さんを発見しました。さて、今回のパン屋はどんなパン屋さんだったのでしょうか。おすすめとかあります？おすすめですか？うん。おすすめ全部なんですか？12月15日水曜日、沖縄県、絶対に行ったらあかん坂道。ちょっと危険です、危ないです、絶対にこの坂には行かないでください。すごいね、びっくりした。何十年も口に入れて。ああ、そうだね。12月17日金曜日、名護市営市場2階桜食堂。お椀には沖縄そばですが、普通はお椀のそばは少ししか入ってないんですが、ここのは小さなお椀にぎゅうぎゅうに沖縄そばが入ってます。私にはこれは量が多すぎですね。そばとご飯がないくらいがちょうどいいかもです。来週は以上の3点になります。来週もどうぞよろしく願います。